こないだもさ、なんか俺がちょっとか、ね、フジテレビの会ちょっと眠たいなと思って寝ようかなと思ったわけ、家まで、うん、したらこいつがさ、いやこれさとうとう買っちゃいましたよなんて言うわけよ、うんうん、ね、でこいつは俺あのヤクザ映画とか大好きなわけ、もうなんだヤクザ映画とヤクザの本しか読まねえぐらいの東映はほとんど見てますね、ね、人気ね、うん、でとうとう買っちゃいましたよなんて言ってさ、うんうん、何をドスですわって言って、ドス買ったのはってなってさ、うん、いやいやあれですよジュラルミンのやつですよなんて言ってさ、切れないやつ、いやいや、うん、いや知らねえよ、なんでお前ドスなんか買ったんだよ、うん、つってさ、でなんかネットで見てたんだって、うん、どのドス買うかなって、うんうん、さあ彼女がね、どのドスか、何買おうとしてんのってなって、いやドスだよなんて言ってね、もう女の子なんか特にじゃねえかよ、ははじゃんか、でそのはってなって、えいやいやいや、えなんでいらないでしょこんなもん、なんで買うのって、いやいやいやお前女は何も分かっちゃいねえなって、いやいやいや男もそんなの分かんないけど、いやいやな、お前たちが熊のぬいぐるみ欲しがるだろう、それと一緒だよみたいな話になって、いや男はみんなドスが欲しいんだって言って、武器欲しいです、本当なんて言ってさ、じゃあ彼女もじゃあ まだじゃあこれじゃないなんて言って一緒に選んで、ね、でこいつが欲しいのはさ、あの菅原文太とかがさ、仁義なきゃ、うん、ちょうどすな、そうそう、あの木の持ち手のやつで、その、うん、彼女がね勧めたのがなんていうの、あのちょっと絵柄とかが入って、石塗りがして石塗りが、昔のね、うん、じゃあこれがいいんじゃないの、うん、バカ野郎お前こんなのレディースモデルじゃねえかいやないよ、ね、レディースモデルとかない、ボタンオリュウとか持ってそんなやつですよ、あっちは欲しくないですよ、ね、僕はお前こんなもん嫁入り道具じゃねえかよ、嫁行く時持ってかねえよ全然欲しいと違う、ね、これ着るやつかもしれない、買ったの、買いました、それで何、いや俺今度ねあの持ち手のところにねあの包帯巻こうと思ってんですよって言ってさ、なんで、いやいやで包帯巻いた方が滑らないんですよ、誰か刺すくなみたいな話じゃんか、あれ滑り止めみんな包帯巻くんですよね、あそう、どうする、いや知らねえよ、だ滑らない、俺拳銃の方だからねだから文句言えない、ちょっと時代が違うぞお前とでもピーちゃんドスの使い方とか知らないでしょ、ドスの使い方こうでしょ、おできてる、いや、どうやって刺すの、あもう違うよな、違う、ちょっと教えてやって、いや今の刺し方だったらどうなんですか、ドス持つとこで、うん、このまま行くんだ、そうなんです、うん、腰、ドスはそうだ腰で刺せる、ドスは腰、ドスは昔から名言出ましたドスはちょっとピャンってやられちゃう、そうだ、まずここにつけたまま、うん、このまま落とさない腰でドスは刺せるって昔から言われて、なんでやったんだよなんで俺にやったんだよまあ、やり方をやり方を知らないから、でどうやって刺せばいいんだっけ、だからこうこれ手出しちゃダメですよ、腰のままダメってドンッともう体をぶつけて、なんでやったんだよ俺に、なんでやったんだよ、腰の刺し方知らないでしょ知らないけどさ、知らないと思ってやっぱ腰で体で行けっていうのは昔から言ってます多分だからそのうち俺あいつにそうやって刺されるんだよ絶対なんか俺が説教したらああなんかこいつうるせえね上刺しやれって来るよ、多分俺刺すためにこいつ包帯巻こうとしてるのよ